おはようございます。我がんせのかげやんです。今日もよろしくお願いします。ということでヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、っとですね、僕はこう月に1回ぐらい、絶対月に1回というわけではないんですけども、月に1回ぐらいはま寿司のね、こう持ち帰りをこう注文するようにしてます。まあ、あのー、休日に えー、夕方に,取りに行くっていう形で,す、ね、でこう注文してるんですけども先日それをこうしてきましたはま、えー、寿司のお持ち帰りを購入してきましたということでこれはね僕の中でこうあのー、ご褒美的なこう、えー、意味も含めてるというかそれとまあ家族がですねえー、そのあれです家族が まあ喜んでくれるっていうのもあるんでとこすでいろいろね蔵、まあ、寿司とかねスシローとかいろいろあるんですけども僕は、えー、その3つの中で言うとですねあ、まあ、かっぱ寿司とかもありますけども一応はま寿司派ということで別に他の、えー、店がどうこうというわけではないですけども、えー、僕ははま寿司を気に入ってこう利用してるというところですね。 で今はすごく便利で、こう持ち帰りはですね、もう注文しますよね。注文というか、そのネットで注文してですね、でカードでも支払っといて、ほんででああのー、あれです時間もしてできるんですね。だから5時に取りに行くとか、でそれが細かく5時15分、5時30分、5時45分、6時とかね、そういう感じで、こう 15分ごとにこう取りに行く時間をし設定できるんですね。で、その時間に行ったらですね、もうカードで支払い済ませてるんで、えー、名前言ったらもう受け取れる状態になっているということなんですね。すごくこう便利な、えー、形になってます。で、えー、価格もね、やっぱり安いんでですね、えー、12巻でですね、12巻、えー、3人前ですかね、12巻で3人前で、えー、2000何本と。 それ、種類によって、こう、違ってくるんですけども、え、安いやつと、ほんま2000円ちょっと。だから、800円、一人800円しない形で、こう、お寿司が食べられるということですね。で、僕の場合、それと、プラス、ちょっと、こう、あの、トロ系のね、え、お寿司を、こう、食べる。それは、まあ、え、つ、150円とかぐらいするんですけども、それはご褒美の中の一つとして、それを、こう、加えていくと。で、全てで13巻で、こう、 えー、注文して持って帰ってくるということですね。でこれをこう、まあ、月に1回ぐらいこうしていく。うん、でこう、まあ、家族みんながこう喜ぶということでほんでそんな高い金額じゃないですよね。結局2,000何本なんでねそれで喜んでくれるっていう状態なんでこう、えー、重宝しているということですね。うん ななかなか今やっぱりねお持ち帰りもこう安いですしいろいろ注文できるんでこういいなというふうに、えー、僕の中でちょっと考えていますね。うん、だからまあこのはま寿司のお寿司は、えー、なるべくこう続けていきたい。まああのー、ランクをねこう上げていくっていう形もいいんですけどもそのこういうのをこう僕が楽しみにしてたやなっていうことで。 ゆゆくよくこうまあお金がねこうだいぶ稼げるようになったとしてもねはま寿司のこうお持ち帰りをこうずっと注文するっていうのも一つねこういいかなというふうに自分の中で考えてますだからこう出前でこうちょっと高めのお寿司をた頼めるぐらいのこう自分になっていたとしてもですねそのはま寿司のお寿司を食べてこうあのー その時のね、えー、気持ちにこう戻るっていうようなも,もこう一つこうありだなと自分の中で考えてます。今はこうハマ寿司をのお寿司お持ち帰りをこう持って帰る時はこうちょっとこう嬉しい気持ちなんですね。えー、今月もまあまたこれを変えたなと。 いうことでほんで家帰ってみんな喜ぶなとかね、えー、そういうことで,でもちろんその、えー、食べて美味しいんですけども僕はですねもう結構もうお寿司食べる段階ではこう酔っ払ってるというかねそういう形でその食べてる瞬間は美いしい美いしい思って食べてるんですけどもその結構次の日だとあんま覚えてなくてですね、うん あそういえば昨日お司を美味しくもらったよなでもあんまり覚えてないなみたいな、えー、感覚でいるということでその辺がねちょっと、えー、もったいないなとは思うんですけどもね、うん、でお寿司のランクを上げるんであればはま寿司の中のね種類でこう高いものを頼むっていうのもこういいかなというふうに思いますね、うん、それはその美味しいこうカウンターが動かないね、えー 回転寿司じゃないお寿司に行くのももちろんいいんですけどもそういう、えー、初心を忘れないじゃないですけども、えー、そういう状態をこう作っていくというかね、えー、僕の場合はその墓参りもそうですよね墓参りもそのなるべく月1回行けない時はまあまあ2ヶ月に1回3ヶ月に1回になっちゃいますけども、えー、それでもそういうものにこう行く行っている自分をこう保っておきたいっていうのはあります えー、だからそういう墓参りにこう行くっていう自分をずっと保っておくということですね。もちろんなんかこう引っ越してこう墓自体が遠くなればですね、えー、なかなかそう簡単には行けなくはなりますけどもそれでもね、えー、年1回2回こうお盆とね正月には行くような形とかねそういうものをこう続けていく形ですね。ででこうあののー、家でもその 先祖、えー、用とかそういうのはこうできますし、えー、そういう一応ね仏壇も小さいのもありますしねいろいろこうやることはできるんでですね、えー、そういう状態はこう保っておきたいという形を思いますね。うん ということでだからまあまあ金お金だけの問題じゃないですけどこう余裕があるからって言ってね高い方高い方へこう行く方向だけではなくてそういうのもまあ楽しめばいいですけどもやっぱりそのこういう時代にこういうね今ちょっと苦しい苦しいというかねまあそれなりにこうそこまでこう稼げてない時の自分っていう状態はこうえ覚えておく必要があるかなとか。 でいろんな今ちょっとこう、えー、大変な経験もしてますけどもその。 そういうのっていうのはしっかりこう、まあ、悪い記憶として覚えておくということもそうなんですけどもそういう経験をしてそれをこうどうしていくっていうことをこう覚えておくとですね、えー、また後輩というかそういう人たちのこう困った人たちがいた時にこうアドバイスができることになるんでですね、えー、そういうふうに考えてこう取り組んでいるというかねそういうところはあるかなというところ ありま,すまあまあ、えー、ご半ねはま寿司の話ではなかったですけどねハマ寿司だからまあまあどこの寿司屋さんも美味しいんでしょうけどもねはま寿司を僕はこう好んで、えー、頼んでるということについてですね、えー、今日はお話しさせていただきましたでははま寿司のお持ち帰りを購入ということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます